はい、どうもこんにちは。ホンダチャンネルです。はい。で、あの、カナミ、2回目の登場です。よろしくお願いします。で、北村さん、はい、ありますか？どこか。これは、今日本で一番話題の。話題の、あそこです。竜宮城です。はい。で、あのね、まだ実はオープンしてないんだけど、まあオープンしましたことを聞いたんで、トトシに来ました。まだね、あの、始まってもないけども、まあ、僕ら行けば、多分なんかね、お肉ぐらい食べさせてもらえると思うんで。そんな感じなんですか？そう、スポンサーらしい。はい、ね、ということで、ちょっとまずはじゃあ僕とカナミで、まあ、行って、ちょっといろいろと、まだ宮迫さんとかいると思うんで、はい、まずは宮迫さんを探しに行こうと思います。はい。行ってきまーす。はい、どうもこんにちは。旅行のチャンネルでーす。イェーイ。はい。お久しぶりの宮迫さんでーす。宮迫でした。いや、ついに来ちゃいました。いや、もうありがとうございます。日本で一番有名な、はい、焼肉屋にオープン前に、はい、一番有名な来ちゃいました。ありがとうございます。で、これ後ろの絵も変わったんですよね。だからもうこれあのすごい作家さんの方を書いていただいております。はい、すごい。で、今回あの実は宮迫さんチャンネルの方で、はい、牛タン、こちら、ひかるくんの時はあの死んだ赤が入ったというか、はい、もう黒かったです。はい、それがもう綺麗なピンクに。牛宮城名物、はい、極み牛タン。はい、これなんか肉は別に変わったわけじゃないんですか、あの時と比べて。あ、あの変わってますか。変わってない。はい、あの牛宮城のその肉のスタイルっていうのは、はい、まあその時にいい肉を、あ、なるほど、あの仕入れてきてやるという形なんで。なるほど。はい。じゃあそれもあって、まあ保管方法とかも変えられて、はい、このピンクが、まああとはその、あとは匠ですか。もうこの切り方であって、ちょっと企業秘密のちょっといろいろやっておりますので。え、それ、はい、で宮迫さんも一緒にやってたんですか。いや、もう切るのはだいぶ難しい。さすがにそれはできないんですけど、こういうものタレの味とかそういうのは、はいはい、あの感じさせてもらって、はい、本当はいろいろあったじゃないですか、はい、牛宮城を巡るネタというか、はい、だから前回の動画では僕申し上げたと思うんですけど、はい、まあ、宮迫担当の年間というか、はい、まあ、結構長いお付き合いさせていただいていて、はい、なので、ネットニュースで上がるたびにヒヤッとすると。そうですね、それもスポンサー様ですから。それはそうなんですよ、はい、で、一応企業イメージとか、はい、ぶっ壊されるじゃないですか。いや、そんなつもりはなかったんですけどね。そうですか。何かいろいろとこう巻き起こってしまう。そういう体質になっております。そうですよね。はい、で、なんか僕もちょっと稼いになればいいかなと思って、はい、なんか少し旅行のチャンネルであの動画上げたら、あ、言ってましたね。はい、なんかのひろゆきさんへのこうなんか批判だめなかって、はいはい、そこからひろゆきさんブーメランが来て、はい、こっちもこうプチ炎上というか。そうですね、はい、あのブーメランがもう燃えてましたから。終わってるブーメランが。やりました。申し訳ございません。いやいや、ちょっと近づくと、はい、もうこっちまで燃える。すごい素晴らしい。そうですよね、はい、炎上体質、炎上体質、はい、だからこそ焼き肉ってことですね。いや、まあそういうことなんですよ。上手。あ、どうぞ。言ってる場合じゃないんですよ。でも本当に美味しかったです、これ。もうありがとうございます。本当にジューシーだし、はい、もうね、噛み切れる。本当3口、うん、飲める。いや、本当とろけました。いや、そう、本当にすごいんですよ、はい、あの僕も いろんなその高級焼き肉食べてたんですけど、はい、まあ、我が店ながら今まで食べたトップレベルに何ら遜色ないです。ないですね、はい、しかもこれが1人前2200円で、はい、で確かにじゃあ、他のこうチェーン店と比べたら高いかもしれないですけど、はい、このクオリティで2200円ってすっごいです。ですよね、はい、いや、普通に3、4000円絶対します。ありがとうございます。はい、いや、本当僕あの正直あの8割方失敗すると思ってますよ。いや、いろいろ稼ぎはしましたというか、いや、まあ、計算上できなくないと思ったんですけど、あの成功するって言ってる人の方が圧倒的に少なかったですね。はい、そうですよね。まずオープンできないって言ってましたね。はい、そうですよね。はい、で、僕もなんか、まあ、いやいや、そう言っても、まあ、あの知名度的にもたくさんあるし、はい、まあ、美味しいお肉とかいろいろできれば成功するんじゃないかというと、まあ、はい、こっちも炎上し、だから、そういうのがあるたびに僕もだんだん不安になってきて、自分間違ったのかなと。やっぱり牛宮城失敗するかなっていうふうに言って。それは炎上。いや、僕も前半は不安でしたよ。はいはいはい、ほんまにいけんのかな、はい、まあ、いろんなそのやってる間にアクシデントもありながら、はいはい、ほんまに大丈夫かなって不安になった時もありましたけど、ほんとみんなめちゃくちゃ頑張ってくれたので、うんうんうん、もうようやくオープンにたどり着けましたし、ありがとうございます。ようやくもうほぼほぼもう埋まってきまして。あ、そうですか。はい、いや、だいぶ先まで埋まってきてる。本当。だから、あの、オープンできるわけがないって言ってた人は一旦謝っていただきたい。確かに。
確かにそうですね。オープンは しましたね、はい、あといろいろ言いましたもんね。経営的にも失敗するとかいろいろ言ったのを、はい、もうみんな謝ってほしいですね、これ。いや、まあでも、まあ、しばらくやらなきゃいけないけども、まあ、経営はね、やっぱ半年ぐらいで、まあまあ、ですけど、それでもあのずっと調子が良かったら正式に、あの動画にしなくていいです、うん、普通に謝りに来てください。いやでも僕これ普通に本当このクオリティでこの値段だったら、で場所もやっぱ便利じゃないですか、はい、なのであの本当宮迫さんいなくてもで個室だし、はい、普通に来る気がします。ありがとうございます。本当ありがとうございます。打ち上げはぜひも、もちろん白金の打ち上げも近所ですから、ね。はい、ありがとうございます。で、それもあって、はい、で今回の牛宮城オープン記念ということで、はい、マチルダ第3弾も。いや、これ本当に嬉しい。いやいや、で本当第2弾が売れたからというか、はい、たくさんの方に買っていただいて、もうあんだけ早くソールドアウトだと思って、いや、もうありがたいです。はい、ツイッターで、はい、その購入して手元に届いてきた人が、はい、もうこぞって良かったと。すごいいっぱい来たね、コメントね。めちゃくちゃ来ました。ありがとうございます。本当にそれもあったんで、はい、今回が第3弾で、まあ、観光で見た部分と、あとはもともとずっと時間かけて作っていた本気のシューズ、はい、あれ本当嬉しいんですよ、はい、めっちゃ言ってたでしょ、はい、これ絶対売り出してくださいって。ほんまに気に入ってます。で、多分この流れだったらきっとみんなも、なんかこれまでってなんか宮迫さんのものを買うとなんか燃えたり運気悪くなったりそんな部分ちょっと待ってじゃないですか。そこまであったそこまであった初耳です。いやもう今だったら、はい、もうなんかもう何もなく、はい、こう晴れやかな気持ちで買えるかなと思って、もう本当に皆さん、はい、めちゃ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 いい商品、はい、宮迫チャンネルの方で紹介してますんで、はい、紹介してみてください。見てください、はい、で、あとの最後に、はい、ちょっと多分宮迫さんが、うん、なんかの、そうか、ラジオがどうのこうのとかもおっしゃったと思うんですけど、あ、はいはい、なんかあの、要はあの、一旦牛宮城も、うん、まあ、まあ、無事オープンし、はい、まあ、ジルバーこれまで通り、まあ、順調に行ってて、はい、今後他に、はいはい、なんかこう、やりたいことというか、はい、そういうのやっぱあったりするんですか、まあ、当然この焼肉は集中っていうのはあると思うんですけど、はい、はい、ありますあります、はい、あの、今後はやっぱそのお笑いのコンテンツがやっぱり増やしていくにあたって、やっぱコメディ的なものをちょっとやりたいなと。コメディ、はい、あのよく出てくれる芸人、まあ、おっさんばかりですけど、はあ、まあ、あの能力の高い人たちばっかりなので、はい、その人たちでお客様の前でいわゆる新喜劇のようなコメディをお客様を入れて劇場でやりたいなっていう話は、劇場で、はい、この向かいの、いや貸してくれた、まあ、多分貸してくれた、はい、違うところで、まあ、そのどっか経験、まあ、そんな広いところではなく、うん、対お客さんの前でやっぱりちょっとお笑い的なことをやっていきたいなと思うんですけども、やっぱその劇場を借りたりとかいろいろやっぱり出費が重なるとあれなので、やっぱスポンサーさんは欲しいなっていうのはあるんです。やっぱそこは、はい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 、そこはちょっとあるなと思って、まあ衣装等であのロコムさんのこっちがやったりあげつつ、はいはいはい、なんかそんなこともお願いしたいなとはちょっと思ってたりします。はい、お願いします。この辺ね、無事動き出して、はい、まあ、ジルバもこうあの継続的に売れれば、はい、僕らとしても、まあ、宮迫さんとお付き合いしても、はい、僕も株主からも怒られることなく、はい、はい、この人できると思うんで、はい、でまずはジルバ頑張り、焼肉も頑張っていただいて、はい、あとラジオ企画っていうのちょっと、ああ、そう、おっしゃってましたね、はい、あ、まあまあ、要は、はい、YouTube の動画の中で、はい、ラジオのような形でトークをするというのをあの今始めてるんですね。え、もうやってるの？いや、もう収録は一回終わってます。すごくいい感じだったんですけど、はいはい、多分そのラジオコンテンツっていうのはなかなかその YouTube 内であんまり伸びるコンテンツではないんですよね。なんですけど、やっぱりラジオってやっぱりなんかね、スポンサーさんとかがついたりするじゃないですか。はいはいはい。だからこの生のこのラジオの感じでやりながら、やって今日はロコンドさんことがあれば、まあまあ、なんか嬉しいなと思って、また炎上しますよ宮迫さん、金ばっかりロコンドさんから金ばっかり引っ張り上がってるすいません全然、はい、そんないろいろ考えてるはずなので、はいはい、あとはじゃあ最後にちょっと、せっかくの金見、はい、好きな芸人第3位が宮迫さんと3位なんですか、第3位なんですか、1位が千鳥さん、はい、2位がダンタンさん、ダンタンさん、3位がダンタンさん、その並びやったら嬉しいですありがとうございます。金見から何かある最後に、はい、え、でも本当になんかまた行きたいなと思ったんですけど、はいはい、初め なんで焼肉にしたのかなと思って、あ、まあ単純に、ね、あのまあ、まあ光くんとのノリで
始まったことなんですけど、まあ、イカル君も僕も焼肉がめちゃくちゃ好きなの、うん、で、まあ、よく焼肉屋さんを使うと、はい、イカル君は特に焼肉屋さんでトークっていうのをよくやるので、自分の店でそれができるようになった方がいいんじゃないのか、確かにそうだな、うちの僕もやっぱり焼肉好きなんで、うん、自分でこう落ち着いて YouTube が撮れるような焼肉屋さんがあれば、それは値当たりかなって。確かに、でしかも自分の味でそれがね提供できるようになったらなおさらいいじゃないですか。で思って初めて一発目の試食会でまずいものが衝撃的なことが起こった、はいはい、いやそれはもう 今になってはすごく反省してますね、うんうんうん、やっぱり自分の味にしたかったって最初から味に関して自分が口を挟むべきだったことなんですよ、うんうん、任せすぎたというか、はい、なんである程度のクオリティやったらこれもうちょっとこうした方がいいなとかは言えたんですけども、あまりにも下回りすぎたので、うん、どうしもうほんまね、あの最初の食会よく見てください、僕ちょっと手震えてますこれどうしたらいい顔くれのはね分かったんですけど、震えてました、震えてました背中もびしょびしょでしたまあでもあの紹介があったからここまでのクオリティにできたので、そうですね、はい、これは感動レベルですよね、まあ、ありがとうございます、うん、ということで、はい、僕らはまずは焼肉を応援し、はい、ジルバも応援し、はい、まあ、今後も何かご縁があればというか、はい、はい、いろいろとご相談にはお願いします、はい、乗っていこうと思いますので、はい、結構多めに LINE するかも今後ともよろしくお願いします。はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。僕も素敵な靴を履いたら